和田さん、今日は何の作品をやりましょうかね。はい、こちらです。あ、はい、これね、クエンティン・マサイス、簡単マシスとも呼ばれますけども、これさ、日本語のタイトル、すごいタイトルついてんのな。しこめの肖像って醜い女と書いてしこめと読むからね、あれ。もうちょっとどうにかしたタイトルつけられないのかと思ったんだけどね。何ですかこれ。なんか、なんでこんな醜い しこめを書いたんだろう、わざわざ書いたのかっていうね、うん、これ有名な絵ですよね、はい、これでご存知かもしれないですよ。あの不思議の国のアリスに出てくる公爵夫人、女公爵なんだけどね、ダッチェスなんだけど、これがマサイスの、これインスパイアされて、この公爵夫人を、この挿絵描いたのはテニエルって人なんだけど、テニエルはここから撮ったんじゃないかって、うん、このアリスの公爵夫人のモデルとしても有名なこの作品なんですけれどもね、うん、偉大な画家なんですけど、日本ではそんなに知られてないと思うんですよ、うん、だからまずこのクエンティン・マサイスっていう人についてちょっとね、どういう画家か説明したいと思うんですけど、この人、今のベルギーの画家、いわゆるフランドルの画家ですよね。でベルギーだから、こうフランス語読みすると簡単マシスみたいな呼び方される。最近はクエンティン・マサイスっていう日本では呼び方が一般的みたいなんだけども、1466年生まれなんですよ、うん、だこれがどういう年かというと、レオナルド・ダ・ヴィンチの14歳下、あのボスの快楽のそのとか書くボスの16歳下で、デューラーの5歳上、うん、だからもうバリバリルネサンスの時代の人なんですよ。で今のルーベンっていうところで生まれて、お父さんとかお兄さんはね、あのよく鍛冶屋って書かれてるんだけど、これね、どうもね、時計職人だね、あの糖時計作る職人なんですよ。鍛冶屋は鍛冶屋でも時計作る鍛冶屋さんだったみたいなんだけど、このクエンティンはその職業を継がないで、絵が得意だったんで地元の画家のところで修行をして、で1491年25歳の時にアントワープに出て、まあ、親方としてセール画組合に登録して活躍した画家なんですよ、うん、この作品がすごい有名なんだけど、あとこのマサイスっていうと出てくる作品がこの作品なんですよ。行外相とその妻っていう作品なんですけど、これがもうフランドルの画家らしくむちゃくちゃ細密なんですよ、うん、これ何やってるかわかる？お金数えてる、うん、お金の重さ測ってんだよね。この中に重りが入ってて、天秤の偽の金貨とかあるから、うん、重さをこう測って、こういう真珠があったりして、こういうお金とか宝石とかの重さを測ってるが、まあ、この人きっと両替商だろうと。で奥さんは自頭書、キリスト教のお祈りの本とか読みながらそれを見てるっていうんだけど、これそんな大きい絵じゃないわけですよ。71cm×68cm、 これルーブルにあるんだけど、だけどもう細かい細かいなのよ、うん、手前にある凸面鏡、この部分拡大するしたのがこれなんだけど、この凸面鏡の映る景色もむちゃくちゃ細かく描いてある。これ実際はこんぐらいの大きさだからね。でこの本も字も全部書いてあって、だから何の本か分かるんだよね。まさにヤン・ファン・エイクの「ゲントの祭壇画」とか思い出すでしょ。だからファン・エイクよりも70歳も若いんでこの人だけど、こういうもうファン・エイク時代みたいな超細密な絵を描く画家だったんだよね、まあ、ある意味すごい古いタイプの画家にも思われがちなんですよ。で同時にこう有名なのが、なんせこの2つだから、なんか風俗画家だと思われがちなんだけど、でもそうじゃなくて、この人はもう教会の祭壇画とかもバリバリ描いてる大画家なんですよ。あの祭壇画の作品とかもいっぱいあるんだけど、まあ、有名なのはこの今アントワープの王立美術館にある指物師ギルド祭壇画っていうやつなんだけど、指物師の組合が頼んで作った祭壇画なんだけど、これでっかいですよ。もうむちゃむちゃ 5メーターぐらいあるんじゃないかな、うん、ここはあのサロメ、洗礼者聖ヨハネの話とキリストの受難とキリストの復活を描いた、こういうバリバリの宗教画も描いてる大画家なんですよ、うん、なんだけどちょっとこの人やっぱり面白いところがあって、
だからボスの16歳下の画家なわけですよ、うん、でその時代のフランドルの画家にしてはね、この人ね怪物とかほとんど描いてないんだよね。その時代のフランドルの画家といえばもう怪物大好きなあれなんだけど、怪物とかあんまり描いてないっていうのが一つ特徴1で、で特徴2はね、この人どうもイタリアに行ってた節があって、レオナルド・ダ・ヴィンチとすごく密に交流があるんですよ。相当文通をしてた形跡があるんですよ。だから一時代っていうか100年前のファン・エイクみたいなこういう細密な絵描いてるんだけれども、その一方でイタリアルネサンスの要素っていうのも取り込んでるんだよ。だから古いのと新しいのが混ざってるっていうのがこの人の面白いところなんだよね。であと子供たちも画家で、息子の一人やヤン・マサイスっていうのは乳首つまんでたフォンテーヌブローはあるだろ、あのフォンテーヌブローのフランスのフォンテーヌブローの宮でやっぱりマニエリスムの画家として活躍してるの。でさらに孫のクエンティン2世なんだけど、イギリスに渡ってエリザベス1世のあの宮廷画家として活躍してるっていうんで、本人もこうイタリアとかねあちこち回ってるっていうんで、非常にその国際異性のある一族だという、そういう特徴があるわけですよ、うん、でまあそんなマサイスが描いたこの作品なんですけどね、これもだからそんなでかくないんですよ。64cm×45.5cm だから日本のうちに飾れる大きさの絵ですよ。だけどやっぱり細密描写すごいんですよ。これも頭にかぶってる頭巾のとことか見ても、このなんかこの刺繍でこう作ってるこの感じとかがもうものすごく細かく描いてあるんだよね。でこの頭のとこ留めてるブローチとかもまあ細かい。だからこの絵は本気の絵ですよ。あのシャレや冗談で描いた絵じゃないわけですよ。でその本気の絵でどうして醜い女性を描いたのかっていうねことがご質問でしたよね、はい、でこれねあの2説あるんですよ。一つは、まあ、これは要するにフランドルの画家に多い、まあ、教訓画っていうか、うん、何かをこう風刺した絵だと。だからつまりこれは誇張してるよと、デフォルメして描いてるんだという説ですね、うん、もう一つはいやこれは写実だと、うん、こういう人がいたんだという説ですよ、うん、だからこれはあのちょっと誇張してますよ説と、いや正確です説と、あんだけ写実的に描く人がデフォルメして描くはずがない、うん、まずその写実派の説の方から触れたいですけども、誰が言い始めたかっていうとこれ最近なんですよ、うん、言い始めたのはしかもお医者さんなんですよ。これ1989年にロンドン大学ユニバーシティカレッジオブロンドンの外科の教授のねマイケル・ボームさんっていう人が、これは骨ページェット病っていうのそれだというのをブリティッシュメディカルジャーナルに発表したんですよ。骨ページェット病っていうのは骨が変形してしまう病気なんですよ。日本だと変形性骨炎とも呼ばれるんですよ。でそのパジェット病だかページェット病だかが顔に出るとこういう顔になるんだと、医学の方ではこれはリアルだっていうことになってるらしいんだけど、美術史の方では風刺ですよという説が定説なんですよ、うん、なんでこんなの描いたのかっていうあれで、昔からよく言われてるのはこの人の時代のオランダのロッテルダムにエラスムスっていう人文主義者がいたんだよね。世界史の教科書に必ず出てる人ですよ。これはマサイスが描いてるんですよ、うん、マサイスエラスムスの絵やたらいっぱい描いてるんですよ、うん、エラスムスの描いた著作はって言って世界史の試験に必ず出てくるのがチグシン第三っていうやつなんだよ。だから愚かな神を褒めたたえるっていう風刺的なエッセイと言っていいのかな、それがあるんですよ。それすごく売れたんですよ当時。そのチグシン第三の中にね、この人が書いた本の中に、未だ男に媚び
鏡の前から離れられず、吐き気を催させるようなしなびたちぶさを恥ずかしげもなく見せびらかす女っていうのを風刺的に書いてるんですよ、この人が。この吐き気を催させるしなびたちぶさを恥ずかしげもなく見せつける女ってまさにこれじゃないかと。これは1513年に描かれた絵とされてる。チグシン第三世は1511年なんですよ。でしかもエラスムスとマサエスは親しいと、うん、まさしくこのエラスムスがチグシン第三で描いた年取っても色気づく女性を皮肉った絵じゃないのかと、うん、赤い花を持ってるっていうのもね、赤い花っていうのは婚約の証だぞと、まだこの年になってもまだ男あさりをするみたいなことを、強欲を批判したエラスムスの文章を絵にしたんではなかろうかという説がまあよく言われるんですよ、うん、まあなんとなくそれでもう納得してるんですけど、これ個人的にはいやそうなるとちょっとおかしなことになりませんかってずっと思ってたんですよ、うん、というのはこの作品は実は18世紀ぐらいまではレオナルド・ダ・ヴィンチの作品だと思われてたんですよ、うん。なぜかというと、レオナルド・ダ・ヴィンチが残した今あのウィンザー手工って言われて、ウィンザーにあのイギリスにあるレオナルドの手記があるんだけど、その中にこの素描があるんですよ。すごい似てる。これが描かれたのは1490年っていうことが分かってるんですよ。これ1513年なんですよ。だからこれはもともとレオナルドが考えた絵であって、これ自体がレオナルドの作品と思われてた時代もあったんだけど、まあマサイスって分かってからもマサイスはこれを写したんじゃないかっていう説もあるわけですよ。ところが最近になって科学調査をしたら、この絵の下に下書きがあるんですよ。でその下書き自体はこの1490年よりもっと前に描かれてると。だから仕上げたのは1513年だけど、その下書きみたいなのはもっとレオナルドのこれよりも早くに書かれてると、うん、でむしろマサイスとレオナルドはこういう素描を交換し合ってお互いにこう模写し合ったりしてたっていうのは それは確かなのね、うん、むしろレオナルドの方がマサイスの素描を写したんじゃないかと最近はその説が強いわけ。となるとだよ、これ1490年、でそれよりも前にマサイスはその下書きを書いてたというと、チグシン第三でたのは1511年だろ、うん、こっちの方が先じゃねえかよっていう話になるわけ、うん、むしろエラスムスのさっき言ったそのしなびたちぶさを恥ずかしげもなく見せびらかす女っていうのはマサイスのこっちからヒントを得て書いたんじゃないかみたいな、順序があの因果関係が変わっちゃいますよみたいなのがあるんですよね。もしかしたらそうかもしれない。じゃあこっちが先だったとしたら、なんでマサイスはそんなの書いたんだと、このエラスムスの言葉がヒントになったんじゃなくてむしろこっちにヒント与えたんだったら、どっからこれが出てきたんだっていう話なんだけど、個人的な想像なんだけどね、不釣り合いなカップルっていう画題覚えてるだろ、クララ派の時とかも、まあね、このあのチャンネルの視聴者の方は皆さんご存知だと思いますよあの若い綺麗な女の人とあのエロジジイの組み合わせ、マサイスも書いてるんですよ、伝統的な画題だけに。ほら、お裏でしっかりこの女が金取ってるよっていう絵がね、書いてるんですよ。これのある種一バージョンっていうか、一変形なんじゃないかと思うんですよ。というのはこの作品はもともとこれ1枚じゃなくて2連なんですよ。でもう片方にあったのはこれなんですよ。こういう2連画なんですよ。これは今あの個人像になってるやつなんだけど、老人の肖像とかって言われたけど、もともとこれペアなんですよ。こっちはまあ年寄りや年寄りだけど、こっちは普通じゃないですか、うん、言ってみれば不釣り合いなカップルの男女逆転バージョンを書いてみたらおもろいんじゃないかっていう、うん、その発想なんじゃないかと、うん、でなんで俺がそう思うかっていうと、レオナルドも同じこと考えてるんだよ。レオナルドのやっぱりさっきと同じウィンザー趣向の中に、まあ、これは両方見にくいかもしれない変な顔同士のカップル
この頃レオナルドも変な顔ブームで、うん、このウィンザー趣向の中でよくあのグロテスクな頭部って説明には書かれてるんだけど、うん、山ほど変な顔を描いてるんだよ。マサイスとさ画像やなんかも交換してお互いに描いてたっていうぐらい交流があったわけじゃない、うん、どうもこの頃このマサイスとレオナルドの間でこの変な顔ブームおよびその変な顔カップルのブームがあったんじゃないかと。でそれはやっぱり不釣り合いなカップルとか描くときにね、エロジジイどこまで見にくく描くかみたいな人の顔をどのぐらいデフォルメできるかみたいなのをレオナルドとマサイスの間のまあ前ブームっていうか泡ブームだったんじゃないのかなっていう気がするんだよね、うん、これすごく面白くて、レオナルドってこういうのは基本描かない人だと思われてるんだよ、うんうん、もう理想化された美しいものしか描かない人だと思われてるかもしれないけど、この時期やたら変な顔を研究してるんだよね。それはきっとこのマサイスとの交流とも関係があったんじゃなかろうかと思うわけですよ、うん、だけどレオナルドのこのデッサンがあったもんだからね、うん、一時はペアでレオナルドの作品だと思われてたみたいなんですよ、うん、それを物語る版画があるんですよ、うん、これここレックスエットレギナでテュニスって、こうチュニスの王様と王妃っていう題が勝手につけられちゃってるんだけど、ここにレオナルド・ダ・ヴィンチが発明してヴェンセスラス・ホラーが版画にしたって書いてあるんだよ。ヴェンセスラス・ホラーって当チャンネルで出てきてるんですよ。どこで出てきたかっていうと、中田あっちゃんとのコラボでやったレオナルド・ダ・ヴィンチのサルバトール・ムンディ、はい、あれがイギリスにあったことの証明ってよく出てくるこの版画、ヴェンセスラス・ホラー、ヴェンセル・ホラーとも言われるんだけど、この人こんな感じで割合いい加減に何でもかんでもレオナルド・ダ・ヴィンチの作品だって言って版画にしてるんだよ。この人が版画にしたレオナルド・ダ・ヴィンチの作品、この2枚だけじゃなくてむちゃくちゃたくさんあるんだよ。当時イギリスで見れたやつでレオナルドって言われてたようなやつは全部レオナルドって版画にしちゃってるんだよね。これほら版画だから左右反転してるんだよね。これがまあもともと対だったっていうこともわかるし、だから17世紀の時点までこれはレオナルドの作品だと思われてこうペアで存在してたっていうことなんですよね、うん、まあだからこういうそのおもろい組み合わせみたいなことで書いて、でもやっぱりそのなんでそれをそんな一生懸命書いたかっていうと、どっちが先でどっちが後かわからないけれども、言いたいことは結局これなんかと同じ風刺画なわけですよ。これはエロジジイが若い女性にいい気になってるけどしっかり金取られてるよみたいな、これも若い人が着るような服着て色気づいてしてるけどみっともないですよみたいな、そういうまあ一種の教訓がとして書かれたんじゃないのかなっていう気がしますね。そのぐらいレオナルド・ダ・ヴィンチとマサイスっていうのは交流があったんですよ。で逆にもう明らかにマサイスがレオナルドの影響を受けて書いただろうなって思われてるやつがこれなんですよね。聖母子と子羊なんですけども、これが1513年、これも明らかにこれ聖アンナと聖母子ですよね、うん、俺今回この画像をあれしたらびっくりしたんだよ。こんな青かったっけと思ってそしたらやっぱりこれ俺たちが学生時代よりも後に洗いすぎたと批判されてる俺たちが学生の頃こうじゃなかったんだよ、こんな青かったっけと思ったんだけど、でもこっちの方が10年ぐらい先、このポーズね。でこれあのレオナルドがここの部分の素描もいっぱい残してるから多分それをマサイスに送って、あいただきって書いてある結果さ、この絵ってさすごく変なんだよ。ヤン・ファン・エイクの時代ぐらい古い細かい細密描写、それからこの遠く一応こう色彩的遠近法で青くなってるんだけど全部ピン合ってんだよ、うん、だそのフランドル的な描き方とマリア様のこの陰影とか見るとレオナルド的なスフマートみたいなのも使ってる、だから当時からしても古い、ファンエイク的な細密描写と当時最先端のイタリアルネサンスが同居してるみたいな絵なんだよね。だからなんかねすごく気持ち悪いんだよこの絵昔と最先端の移り合いな組み合わせですよ。これがクエンティン・マサイスっていう画家の面白いところですね。この絵もそうやって見るとやっぱりこういう細密描写の古いところと
いや、この陰影の付け方とか、明らかにイタリアルネサンスから学んだやり方とかも入ってて、古いんだか新しいんだか分かんない絵なんで、これも単に絵として面白くて、作品自体非常に美術史的にも面白い作品ですよっていうことですね。以上です。